靴磨きの世界へようこそ。生涯を靴磨きに捧げた妖精ズンダモンなのだ。今回はスコッチブレインを磨いていくのだ。紐の先端が破損しているのでつけたまま磨くのだ。今使っている消臭スプレーは柑橘系のほどクリーンなのだ。おまげブラシでホコリ落としなのだ。今使っているブラシはタノハタブラシ。5年間使っているけど抜け毛も少なく耐久性もバッチリなのだ。600番のヤスリで小刃の状態を整えるのだ。小刃は靴の輪郭に当たる箇所、ここが傷んでいると靴全体の印象も悪くなるのだ。アッパーの汚れを落としていくのだ。使っているのは BB レザーローション。匂いもなくしっかりと汚れを取ってくれるのだ。ただしスエードなどの起毛品、ヌメ革、ヘビ革、その他特殊革には使用できないのだ。もし使う際に心配な方はかかとの内側など目立たないところで使用してみるのだ。今回はレザーソールなのでソールも拭き取っていくのだ。土ぼこりやゴミがつきすぎてしまうとレザーソールの持ち味である通気性が損なわれてしまうのだ。月に一度はきれいにしてあげるのだ。古いワックスを落としていくのだ。表面仕上げのように厚塗りしたワックスは専用のクリーナーでないと落とすのが困難なのだ。ワックスクリーナーはメーカー問わず通常のクリーナーに比べて強力なのがほとんどなのだ。強くこすりすぎたり量をたくさんつけすぎると皮を傷めてしまったり色落ちの原因になるので注意なのだ。クリームを塗っていくのだ。使うクリームは M モウブレイプレステージよりクリームナチュラーレなのだ。ハイグレードラインの商品で有機溶剤を使っておらず、シダーオイルやパームオイルなどの天然油脂を主成分に作られているのだ。色味は青みがかった黒なのだ。ブタ毛ブラシでブラッシングしていくのだ。ブラシを使ったら傷になるんじゃないかというコメントをいただいたことがあるけど、10年間万単位の靴を磨いてきて傷になったことは一度もないのだ。どうしても心配な方は大変だけど布で拭き取るのも一つの手段なのだ。当店のスタメンアイテム、シルキーレザーグローブなのだ。磨きの仕上げにはもちろん普段のちょっとしたお手入れにも最適なのだ。お値段は少々してしまうけど耐久性もよく色に合わせて用意することをおすすめするのだ。表面磨きを施していくのだ。つま先とかかと周りにワックスを塗り重ねて層を作っていくのだ。表面磨きは人によってやり方が異なるのだ。基本をマスターしたら自身に合ったアイテムややり方を見つけてほしいのだ。2倍速しまったら一度ブラッシングしてワックスを再度塗布、少し乾燥させてからもう一度チャレンジしてみるのだ。2倍速仕上げに BB ポリッシュウォーターを使うのだ。精製水とエタノールによる表面磨き専用の水なのだ。指は縦方向に素早く動かすのだ。つけすぎると表面の膜が取れてしまうので注意なのだ。コバインキでコバを捕食するのだ。冒頭でも言ったように
コバは靴の輪郭に当たる箇所で、ここが傷んでいるとアッパーが綺麗でも靴全体の印象は悪くなるのだ。コバインキを持ってない方は一応クリームでも代用できるので、定期的にお手入れしてほしいのだ。完成なのだ。ご視聴ありがとうございました。